第3位表彰台です。おめでとうございます。ありがとうございます。結構激戦のバトル、悔しいですね。そうですね、悔しいの方が大きいですね。レース振り返っていかがですか？そうですね、予選からタイム差がかなりあったんで、本当に前の集団についていくので必死だったんですけど、その中でも冷静な気持ちを持って、行けるところではしっかり行って、無理せずに自分の走りをしながら本当に優勝を目指して頑張ったんですけど、最後届かず、本当にタイヤも厳しくて、周りのライダーも一緒だと思うんですけど、本当に厳しい中でもう必死に走り切って、3位という結果に終わってしまったんですけど、来年につながる走りができたんじゃないかなと思ってます。というのはやはりその最終的に自分の力でちゃんとこう表彰台に乗れたというところですか？そうですね、運ではなくてしっかりと自分の実力で表彰台に乗れたことが自分のこれからの自信にもなりますし、来シーズンはどのカテゴリーになるか分かんないんですけど、しっかりと成長できたってことを自分自身にも分かりましたし、チームのサポートもあってここまで来れて、本当にこれがスタートだと思ってるんですけど、これから本当にもっともっと成長できるように頑張っていきたいと思います。ではファンの皆さんに一言お願いします。開幕の優勝から表彰台も遠ざかったんですけど、最終戦のこの難しい鈴鹿サーキットで自分の力で表彰台に乗ることができました。これを自信に来シーズンももっともっと成長した名古屋鉄平を見せられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。